ははいここんにちはこの子猫です今日の一日一冊はブブララススクーバのの死後の階層ですブラジル文学最高峰著者はブラジル文学アカデミー初代会長のマシャード・ジ・アシスでブラジル文学100選を募ると必ず上位に入り首位になることも多いのがこのブラス・クーバスの死後の階層です。と行々しく並べ立てましたが ブラス・クーバスの死後の回想ハテナマシャード・ジアスどなたって感じですよね。はい。私もそうでした。ブラジル文学としては有名なのですが、ポルトガル語という制約上、世界的にはまだまだ知名度は低めといった感じです。内容も,も変わっています。主人公のブラス・クーバスは死後に作家になったという謎の設定。 作家ブラス・クーバスが死後、自らの人生を改装したではなく、ブラス・クーバスが死後、作家となって、自らの人生を改装した内容になっています。そしてそれをやたら強調してきます。まあ、だから何って感じですね。そして、やたらと読者につっかかってもきます。ブラス・クーバスが恋愛感情を抱いていたエウジェニアという少女がいたのですが、その少女の足が悪いと知ると、 その少女とのの付き合いいをやめてしまいます。まあ、そのエピソードの次の章が「繊細な心へ」というタイトルの章なのですがそこでブラス・クーバスが言い訳がましく読者にこう言うのです今私の本を読んでくれている読者の5人か10人の中に1つぐらいは繊細な心が宿っていてきっとやりきれない気持ちを抱きエウジェニアの行く末を思って震え始め 私のことをシニカルな奴だと思ったことだろう。私がシニカルだって繊細な心よ。冗談じゃない。まあ、繊細な心の持ち主は5人に10人に1人しかいないだろう。とは、なんとも余計なお世話って感じですね。まあ、こんな風に癖がある作品なんですが、気がつくと、なぜかブラス・クーバスの言葉を読み入ってしまっている自分がいるのです。それは、ブラス・クーバスが 恥も外文も気にせず、自らをさらけ出しているからだと思います。エウジニアとは別の美女、マルセイラに振られそうになった時、ブラスクーパスは彼女を散々のした後に、結局、多大な借金をして大きなダイヤを3つ買い込んで彼女に渡し、一緒にいてくれ、と懇願します。まあ、ダサいです。ダサいけど、わかる、と思ってしまうのです。 なるほど。ブラスクーバスがわざわざ死後、この階層を書こうとしたこともわかります。まあ、死後であれば、誰にも非難されることなく、誰にも遠慮することなく、本音を書き記すことができるかなんですね。まあ、癖がある文章のため、しっくりくるのに時間がかかるかもしれない。まあ、事実、私も3週目でやっとしっくりきたぐらいですが、ブラジル文学最高峰の作品として、 海外古典文学好きなら一度は読んでおきたい作品ですので、ぜひ、ブラス・クーバスの死後の回想、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日1冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ